僕たちが茨城に来てやっている活動はウィッシュハウスっていう活動で、あの自然体験、農業体験が誰でもできる場所、あのそういう場所を作ろうと思って活動してます。今年はあの自然体験の場所を作るっていうことでまず始めたのが、お米作りで、僕も超ド素人で生まれて初めてお米を作るっていうことだったんですけどね、田んぼ作って全部やりましたからね。まず家が見つからない、なかなか見つからなくていろんなところで探しましたね。最初は千葉かな、千葉から、どこ行った、千葉、あと長野も見たし、あと栃木とか茨城もずっと探してたんですよね、1年とか、でもいろいろ物件も見て決まりかけたところがダメになっちゃったりして、田舎に行けばいくらでも空き家がありますよっていう話はよく聞くし、実際に現地に行くと、あ、空き家ならいくらでもあるよって地元の人も言う、みんな言いますね。みんな言う。じゃあいざ、部屋を見せてくださいとか、賃料はいくらで貸してもらえるんですかって具体的な話になってきた瞬間に、まあほぼほぼダメだったよね。決まらない。僕らの場合はちょっとラッキーだったのは、僕の中学時代の同級生が先にこっちに移住してたっていうのがあって、空き家を探そうって言ってくれて、まああちこち空き家を渡ってくれたんですよね。でその時にその地域のことに詳しい地元の方々にも、あの家探してるんですっていうふうに、みんなもよかったら探してくださいっていう形でね、言ってくれて、まあ本当にこの地区の区長さんが一生懸命探してくれたし、もうそれに尽きるよね。だから地元の人がすごい一生懸命探してくれたから見つかったんだなって本当にありがたかった。知らない土地に初めて移住して、仕事もどうするんだろうとか、うちらみたいに子供がいた場合子供を預けたりとかっていろんな生活のことを心配しなきゃいけない時に、しかも車も東京で乗ってなかったんで車も乗んなきゃいけない、買わなきゃいけなかったし、ガソリン代のこととかもいくらぐらいかかるのか全くわからなかったんで、例えばその不動産屋さんを通すと賃料がそこそこ、まあ高いといっても東京に比べれば全然安いんですけど、まあそこそこ値段が上がってくると、まあ言っても月5万とかそれが高いのかっていう話なんですけど、さっきのね言ったみたいにそのエリアのことも何もわからないのに毎月5万円の投資をするみたいなもんじゃない、その地域に。でもしそこでうまくいかなかったら引っ越さなきゃいけないけど、あの東京みたいにすぐ近くに引っ越すわけじゃなくてさ、車で20分とか30分また違うところに引っ越すと保育園どうするとかいろんな問題がまた出てくるから、結局もう空き家になって15年20年とかそういう家があって、でそのままほったらかしておくとこう床が抜けちゃったりとか家が壊れちゃったりで、とにかく田舎に来て分かったのは草刈りがむちゃくちゃ大変で家だけじゃないんですよ、家 と広大な敷地が大体ついてくるんですけど、やったーなんて言ってる場合じゃないんだよね。その土地の草刈りがなんだ年に 3,4 回ぐらいやらないとどんどん草伸びてくるんで、15年も20年も空き家なのに長男が毎年来てそこで草刈りやったりとか、あとはもうご高齢になっちゃってると自分でできないんで、その草刈りの人をお願いして1回1万円とか言ってたかな、1万円ぐらいするんですよね、大体。そう10万、でそれを年に3回で3万円、そういう人たちにとってはまあ住んでもらってとにかく草刈りしてくれて家をきれいに使ってちょっとでも家賃が入ればっていう意識の人は確かに多くいらっしゃるはずなんですよね。
家探しの時にかかった費用だよね。そう、それ言ってなかった。家探しで地方にこう定期的に車で来るって結構お金かかるんですよね、高速代もそうだし、僕の場合はだいたい月でも10万15万はいっちゃってる、まあ泊まって逼迫してとかなると、うん、宿の、そう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 、なんだろう、日帰りでね見に行くわけじゃないからね、2泊3日とかねやっぱするし、毎月ですよ、しかも探しに、毎月行ってれば、毎月10万か15万ぐらいの請求書が来て、もうこれね大変でしたよ、はっきり言って。探してる時は1年後なのか2年後なのかいつ見つかるのかわからない状態なので、そこでくじけちゃう人はいるかもしれないよね、先が見えないから。家探しだったりとか、本当に移住とかに拠点生活するって大変で、そこまでが大変、準備だったりが大変だし、すごいお金がかかるなっていうのは自分たちですごい感じたことなんですけど、まあ、自然とか農業っていうのかな、食文化っていうか、そういうものに触れる機会っていうのが特別なものであってほしくないなというか、誰でも簡単にアクセスできるものであるといいなっていうのが僕のすごい望みで、そんなこともあって農業自然体験が簡単にできる場所っていう場作りを、こっちでやってます。その田んぼ作りももう右も左もわからない中、まあ、地域の農家の方が教えてくれて、で今度稲ができたらどうやって稲刈りするんだろうみたいな稲を買った後にこう干すんですけど、小田掛けって言って昔ながらのやり方ですよね。今は機械で乾燥機でやっちゃうらしいんですけど、昔の小田掛けとか葉田掛けっていうのかな、その天日干しをね、そう 木にこう逆さにぶら下げてる景色見たことあると思うんですけど、この辺は割とね多い、うん、そうで、それの組み方も分かんないからさどうやってやるのかなって YouTube 見たりいろいろしたけど、やっぱりうまくいかず、地元の農家の方のそこもサポートで来てもらってやり方を教えてもらって、どうだった、難しかった？難しくはない、あ、そう、あ、よかった。難しかった？うん、簡単だった簡単だった